フランソワ・クルゼは、フランス・パリ出身の俳優。セザール賞の主演男優賞を、唇を閉ざせの演技で受賞している。セザール賞には他に9回ノミネートされている。17歳の時、私立の演劇学校クールサイモンに入学する。1976年に舞台に初出演し、1979年には、ディアーヌ・キュリス監督の映画カクテルマラトフに出演している。 1980年と1982年には、クロード・シャブロル監督の映画に出演。1984年の第9回、セザール賞では、ジャン・ベッケル監督の映画、殺意の夏で、助演団優勝に、他の映画でも、有望若手団優勝に、ノミネートされた。以後、ベルトラン・タベルニエ、トニー・ガトリフ・クレールドに、ベルトラン・ブリエラ大物監督の映画で主要な役を、 演じるようになった。1990年代にはフランスを舞台にした外国映画にも挑戦し、ロバート・アルトマン監督のアメリカ映画、プレタ・ポルテやローレンス・カスダン監督のアメリカ映画、フレンチ・キスに出演した。子供は全部で4人をおり、最初の子供は1982年生まれの娘で、ある。他に、女優、マリー・トランティニャンとの間に1九十二年に、 息子を設けている。また、女優バレリー・ボンネトンとの間にも2001年に息子を、2006年に娘を設けている。ありがとうございます。